長沢露雪は1786年33歳の時に門跡寺院である妙法院の襖絵を記号しました。この門跡寺院って何なのかっていうと皇族が住職を務めるお寺になります。だ普通のお寺と違って非常に格式が高いお寺だよっていうことなんですね。これを書くきっかけになったのがこの時の住職をしてた新方法神っという人が芸術がめっちゃ好きだったんですよ。 で、丸山王家をめちゃめちゃ可愛がってたので、丸山王家の弟子である長沢露雪も、お前もちょっとこう書いてみるかみたいな感じの流れになったということなんですね。このエピソードっていうのは、長沢露雪がこういう風な皇族関係の仕事もしてましたよっていうことを示す一つのエピソードになります。